ありがとうございます。おはようございます。わたらびさすって。やりましたね、リュウキ。やばいっすね。やっぱ花があるんでしょうね。やっぱりあそこの同点ホームランから次の日の4本、はいね、しかも頭部デッドボールの後から。それですよね。まあその辺はやっぱりちょっとこう、なんていうんですかね。あの言い方よくないですけど、ちょっと一歩ネジ外れてるみたいなのがあるんで、怖くてあんなオラーみたいなのがやっぱあるんで、やっぱりこう本当今の段階でね、まあ、将来的には何番打つか分かんないですけど、今の現時点でやっぱトップバッターっていうのはもうすごい当てはまってるかもしれないですね。だからオープン戦良すぎたん でやっぱり、まあ、プロなんで絶対に丸裸にしたいわけですよ、はいね、でそれをやっぱり3連戦で5本打ったのかな。もうこれはもう十分ですよ、はい、立派に I love 横浜言ってました。 まあその辺は一本ネジ外れてるんでね、さすがに。でもそれぐらい行き切ってたらもうね、いやいや本当に いいと思いますよ。出過ぎる首は打たれないですから、ね、もうそういうことですよね。そうですよね。めちゃくちゃいいと思います。チームのこのカラーっていうのもガラッと変わるでしょうし、いやもう本当あの素晴らしい一本をね、まあ、あの同僚のご子息なんでね、まあ、あの本当に嬉しく思います。新プレー、高プレーでいつも見てました。それ楽しみだったですもん、やっぱりヤクルト の、 その古田さんとか渡来さんの掛け合いっていうのはもう何も買い難いを楽しみだったんで、あとはね、あの僕がちょっと教えた石上っていうのが開幕スタート、ね、ショートですか。そうです、はい、いいプレーしてましたよね、うんうん、まあ本当に、ね、何がいいですか。あのね、スローとかはあの大学の時代は比較的良くて、あとは力があるんですよ。ウエイトマニアなんで、もう常にウエイトルームでやってるみたいな。でもすごい、まあ、大学生にしてはもうすごい体してたんで、あのその辺やっぱりどう言ったらいいんですかね、なんぼセンス良くても力がないと通用しない部分とかもあるじゃないですか、はい、プロっていうのは。だから力っていうことを考えるとやっぱりあるんで、うん、なんとかなってるんだと思うんですよね。じゃあ実戦に慣れてきたらもう体力的な部分っていうのはいい、ね、まあ問題ないと。まさかの宮崎あのまさかの宮本さんの知り合いが2つ埋めちゃってますもんね、はい、そうね、レギュラーで変わったところ。そうなんですよ。ちょっとちなみにあの今年セ・リーグの予想何位 DeNA ですか、はい、2位ですですよね。結局2位になってましたね。僕ねいつも DeNA には騙されるんですよ、はい、優勝予想2回ぐらいしてるんですけど、そうですね、すごい大裏切られされるんですけど、今年もね、まあ、きついと思ってたんですよ、はい、もう当然今永バウアーがいないん で、はい、でオープン戦見てると、あれピッチャーそこそこ頑張れそうだなっていうのが見えてきたんで、うん、はい、こうなるとまあ、未知数ですけど、新人がいい刺激を与えてる、だいぶ休んだけどオースティンが打ったら結構いくんじゃねえかって思って、めちゃくちゃハッスルしてるじゃないですか、オースティン。なんであんなにハッスルしてるんですか。オースティン、あと心配はやっぱり彼も怪我するんで、ね、はい、もうここだけですよね。いいところでいつもね、はい、怪我されちゃうんで。だ2番オースティンなんかもう、さっきの話ね、あの先っていうかのソフトバンクの話じゃないですけど、ここはやっぱり佐野、牧、宮崎ってクリーンアップがいるん で、ね、だからこの2番っていうのは当てはまるし、これ渡来もこのまま、まあ、このまま行くっていうことはないにしても、それなりに打っていくとかなりの強力打線ですよ。ソフトバンクと横浜みたいな感じですね。あ、確かに渡来選手3戦目ホーク攻めにやってましたけど、うん、ね、だからそこがどういうふうになってるか、ね、そう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 、はい、あのね、梶原っていうのも面白いですよ。彼もね力があって、まだあの大きくなったって言ってますけど、僕もっと大きくなると思うんですよ、体まだまだ足りないぐらいで、今ね85、あ、ね、もうちょっと体重増えたと思うんですけど、分かんないですけどね、これが彼が体重100ぐらいになってくると、多分もうちょっと1角2角ぐらいボンってレベル上がりますよ。手をつけられない。で足も速いらしいんですよ。おお、まだ若いですから、ね、はい、だからもうガンガンウエイトして、はい、モリモリにしたらそりゃ結構な選手に僕はなると思ってるんですけど、なかなか体が大きくならないんですよ、見てるとちょっと歯がいいですよ。夢がありますよ、ね、いやいや本当に。だから彼がそのこの辺りでまたレギュラー取ると、打線としては
すごくやっぱりリーグトップなんじゃないかなという、うん、キャッチャーの山本さんも打ってましたしね、うん、そうなんです、止まんないですよ、この辺も一緒にウィンターリング行ってるんで、あの選手がこんなにレギュラー出るのっていうようなもう不思議な感覚ですね、レギュラーになりそうですもんね、あの山本はいいですよね、去年ぐらいから、うん、そうなんですよ、多分一番いいと思います、あらあのキャッチャーの中でそのまあ、その伊藤光とか、はい、戸柱とかは、まあ、そのベテランのキャッチャーいるけど、僕は結構山本っていうのはキャッチャーらしい、うん、いいかなっていう、最初ね何がいいのかなと思って見てたんですよ、はい、ほんなら結構そのキャッチャーとしてちょっとバッター見えてるみたいなところもあるんで、はい、ちょっと楽しみではあるんですよね、ただまあ松尾っていう選手も出てきてるんで、そうですよ、この辺は球団は松尾をなんとかしたいと思うんですよね、ドラフト1位だし、うん、でもそれに負けずに山本もやるとなると、これキャッチャーはまたいい争い、そうそう、いい争いなんですよね、はい、あとこうオフェンスコーチ監督の横いていろいろ喋ってますよね、やっぱね、いやこれ僕がねもういつもあっちこっちで言ってる、これがどう出るかですよ、はい、僕も聞いてます、はい、本当どう出るかですか、ね、そうなんです、ね、でまあピッチングコーチとかにしてもそうでしょ、うん、まあ役割分担がしっかりしてれば、はい、技術はコーチが教えます、はい、でもゲームに入った時の攻略は僕たちが考えます、あなたに任せますっていうのをちゃんとはっきりすれば僕は結構いいと思うんですけどね、うん、テレビゲームと実際の野球の間みたいなことが起きてますね、そうですね、だ僕はね逆にあれなんですよ、鶴岡とかっていうのは一応野球選手でもあったんで、プロ野球選手だったんで、はい、僕は逆に野球やったことない人入れたいです、ああ、すごいです、それこそ東大京大みたいな、いや本当に本当に頭脳、おそらく出てくる発想でデータ出してくる発想って、はい、僕らが求めるのと野球やってる野球やってた選手っていうのはちょっと寄せて、まあ、そう似てると思うんですよ、はい、でも野球やったことない人ってとんでもないの出してくる可能性あるじゃないですか、ない、そうでこっちが出してほしいのは要望者出してくれるし、はい、で僕らが想像つかないのをなんかやったことない人はこう出してくるんじゃないかなと思って、斬新な、うん、僕はねなんかそういう方がいいんじゃないかなっていうのは思ってるんですよね、プロファイリングで犯人を見つけるね、現場に足運ぶより、そのアナリストの人とあの田代コーチとかどういう仕方もするんですかねいや興味深いですね、興味深いです、録音してみたいですね、俺子供の時からもコーチみたいな、うん、いやもうダブルのこのマークつけてる時から、ね、あのホームラン打っただけ星ずついてたからね昔、太陽ホエールズって、あそうなんですか、そうだから田代さんのヘルメットいっぱい星がついてたから、あーってホームラン打つから、もうファミコンで使っていた時のどういう感覚でねこう向き合って受け入れて勉強されて、でもね田代さん自体がそういうのも興味持って勉強するとすごいと思いますよ、おそらく多分そういう側で多分一緒にやられてるんでしょうね、うん、そうじゃないと成立しないですもんね、うん、ね、そうみんなそっちに向かないと、はい、あれですよね、さすがゲーム会社というかね、はい、うん、新しいこれもありますよね、あるような気がしますよね、誰が一番早く取り入れるんだっていう、ちなみに福永さんはウエストが通るようになってるんですよ、あのねこれね社会人でから全然走れるんですよ彼は、イメージないです、あのねどういったんですかね、僕が、まあ、去年まで日本シリーズ、もう今年は行かないですけど行った時に、宮本さんなんで福永さん走んないんですかっていうわけで、そうだよなって言って、あいつ盗むうまいしスタートとか上手やから飛び切り足速くないけど、はい、あいバンバン走れるんですよねっていう、そうだよな走ってたよなって、足キャラのイメージゼロです、あ本当ですか、はい、彼は結構と社会人、まあプロ行ってじゃあ走るかどうか別にして、はい、社会人の時に走れたのを多分おそらく当然何ですかグリーンライトは出ないし、はい、サインになった時に、はい、多分おそらくもうイメージで、はい、サインが出なかったと思うんですよね、盗んで走るタイプなんで、そうですそうです、お前に任せようみたいなスタンスだと、はい、割り出し盗塁稼げる可能性があるってことですね、
9試合で7個走ってたんですよ、下でね。いやだからそのまあまあ1軍上がって走るかどうか分かんない、うん、分かんないけど去年2個ですよ、2個。でも去年言ったの、お前盗塁まだゼロやなって、お前走れるやろって、いや、サインゼロですって言うから、そう、もったいないしね。そう、だから結構彼は、で、言ったんだけどね、社会人の時は結構走れますよって、走ってましたよって言って。野球機関でも言ってるんですけど、三好が出だすとダイソー要員で出てくるまま、小田っていう選手が育成から上がって、はい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 、その役割を果たそうとしてるんですけど、うん、なかなか今いないんですけど、うん、ダークホースですね。うん、全然ダイソー要員でもそう置いといたらいける、まあ代打も使えるかもしれない。そうですね、面白い。余談ですけど、あのこの間楽天西武で高松君出てきて、はい、牽制でアウトになってました。あ、やってますね。すげえ言ってました、ちゃんと。そりゃそうっすよね、ダイソー。いや、あそこはもう多分ね、狙われてる時点でダメだよね、はい、ダイソーが。分かり、いや、分かりやすかったですよ、ね、あの解説。狙われてるっていうのも素人気づく、分からないから、うん、あ、狙ってんだって、ああいう時には。なんかすげえ出たわけでもないけど。泳がされてるんですよね。そう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 。本当にあのすごい入感、もちろん宮本慎さんもそうですけど、一歩こうちょっとこう出ようとしたら、うわっとこう牽制されたり、もう本当にせめぎ合いあそこでやってるんですけど、それがやっぱり嗅覚として多分解説されてても、高松なんかもうアウトになる、プンプンするんですよね。うん。連絡ありましたよ、高松も。そうすか、外野手もやってるんですって言って、平石ヘッドにも、鳥子と秀則さん似てんなって言われましたって、ダメなレッテル貼られてないかって、貼られてません。で、今どこやってんだ、ファーストですって言って。ファーストで出てましたよね。なんかファーストやってるとか言うから、ね。で、出ましたよ、公式戦。あ、そう。でもさ、秀則って俺、その、大ミスするイメージが全然ないんだよ、ね。いや、かなり大ミスもやってました、ね。やりました。はい。走塁で。そうですね。僕はまず盗塁に関してはわりかしこう癖を盗んで走るんで、用意ドンっていうよりは、パパパパパパとかって出て戻り、うん、ちょろちょろしてます。守備ではまあその球団によってでしょうね。うん、あんまりこうミスしてる印象がない、ね、ヤクルトの時。もうね、やっぱり足速い選手ってすげえミスするってイメージがあるわけですよ。途中から出てくる。そのアピールしないといけないっていうのと、はい、うあとはやっぱり足が速いから、あの本能でやっちゃうみたいな、はい、だからびっくりするぐらいライナーで飛び出す人いるんですよ。でプロってライナーの内野のライナーのゲッツは重罪なんですよ、ね、やってましたね、あの西武、え、ロッテとに、にちゃんも、最後セカンドライナーのアウトになってた。あんなのあんなダメなんですよ、ね、重罪なんです。でそれを真ん中ぐらいまで飛び出すやつがいるんですよ。果てしないですね。そうだから、あのそういう選手って足速いんだけど絶対ホームに帰ってこないって言われる選手がたまに出てくるわけですよ。そうなんです。僕だからその言うとこう意見っていうのをもう重々承知して自分自身で慌てないでっていうのをずっと釘打ち続けてました。絶対慌てんな、絶対慌てんな、それしか考えてない。なるほどね。普通にやったら絶対ミスする、飛び出すのを。